と思ってほんならなんかもう一個ある 4WD の、なんか、の、あれやろね。それがなんか変なところに入ってたみたいで、それをコーンって動かしたら、ボーンって動いたから前に。<laughs> 助かったー思って、もうとりあえず漏れるかもーと思って。ほんで、必死にはね、こう、あのー、運転して、自分で運転して帰ったんですよ。ほんで、家着いたら、もう、わっ、来たーと思って。ちょうど家着いた1時、 一時過ぎぐらいやな。一時過ぎぐらいなんや吸ったもんだあったから。で、あ、一時過ぎ、う一時半ぐらいかな。で、先生の読み通り、だから一時間ずらしてるから、十二時ぐらいになったらなりますよって言って。で、一時過ぎやったから、あー、来たーと思って、トイレ入ったんです。でトイレ入って、パーって気張ったら、ブーッっていうおなら一発しか出えへんから。<laughs> ペン何にも出えへん。嘘やろと思って、もう、もう出ると思ってやね。 <laughs> で、これでも全部、ね、あの、出るもんや、思ってるから、さっき食べたもんは。ほんなもん、ね、で、ブー最後なんか、イルカの鳴き声みたいなピー,み,ーみたいなのが出て、それで終わり。で、ペン何にも出へん。で、その後もクーって気張ってんけど、シューって言うだけ。何にも出へん。ほんで、俺これ寝てええのかなと思って、寝てる間に、 これ、も初めてやからそんな下剤飲んで寝るみたいなんが。ね、寝てる間に漏れたらどうしようと思って。でも、これまた8時に起きて朝。8時にもう一回、えー、1800リットルの下剤を飲むんですよ。また。ミリリットルか。1800、な、なんて言ったら今。1800、1800リットル。死んでまおうわ、そんな飲んだら。1 1800ミリリットル。 こうなんか溶かして、全部出さなあかんだから、8時に起きてまた飲まなあかんのに、寝てる間に漏れたらどうしようっていう恐怖感からまた寝れないんですよ、全然。ほんで、だから、あ、これ、あれやなぁと思って。で漏れてもええようにと思って、そーっとパンツ脱いで、布団にバッサロファーって引いて、寝たんですよ。で、フーで8時に目覚まし、 なったから、一回も起きることなく8時にパーって目覚ましになって、パーって起きたら何にも出てなくて、うん、あ、よかったと思って、漏れてないわーと思って。んで、ほんでトイレ一発行って。ほんだら、なんや、ニューンって、ウンティ出て一発。でもその後またこう、下剤をこう溶かしてね。 ほぼもう2リットル近い水をずーっとこう飲み続けてそれが一番辛かったんですよずーっとええ <laughs> わかります <laughs> 言いながら水飲んでその下剤をほんだらものの見事にそっから340分したらピュー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 って <laughs> ほんまに ほんまにその、書いてあるんです。最初、最初ちょっとまああの、ちょっとした固形物も混じるかもわかりません。って言って、ほんで、茶色いです。って言って、ほんで、で、まぁ、あ、ちょっと、えー、次の段階行ったら、えぇ、ー、まぁ、あ、ちょっと、うー、まぁ、あ、茶色い黄金色みたいなのになります。最後はもう水みたいな黄金色になります。見事に、俺ずっとこう見てたの、ずっと。トイレに入ってて。ほんで、ピュー、ピュー。 で、出るたんびに、だんだん、だんだん変わっていて、最後その写真に載ってる、綺麗な、なんていうのコンソメスープみたいな。になって、だから全部、昨日食べたやつが全部出て、それ出して、で、あれなんですよ。あのー、人間ドックに向かうんですよ。何が一番辛かったかって,って、それだけが辛くて、で、あとはね、もう麻酔で、やってくれはるんですよ。 お尻からのカメラも、あの、胃カメラも。もう寝てる間に全部検査してくれはるから、ものすごい楽なんですよ。ただ、そのまだ、行く途中ですよね。行く途中にまた、あのー、車谷さんと二人で、もし僕漏れたら嫌やからね。またそれも。うん、車谷さんが前の日に、前日にですよ、明日タクシーで行かれますかって言って。いや、自分の車で行った方がええやろって言って。 だってタクシーでもしもら、お漏らししたら、そんなんもう恥ずかし、止めてくださいって言って、トイレ行くのもあれやし、って言って。車で行かれますかで、いや、車の方が、自分の車の方が別に漏れてもやね。全然もう安心できるじゃないですか。って言って。あ、じゃあ分かりました。って言って。で、ね、自分の車で。 あのー、運転して。まあ、漏れることはなかったんですけど、途中、その、これはまあ俺あんまり車谷さんに言いたくないけど、時間の読み間違いがあって、1時半までに来てくださいって言うてんのに、なんか26分ぐらいで着きますって言うから、家から。俺そんな早く着くかなと思って、で、高速乗ったら高速また混んでたんや。で、混んでる中、 ほらな、これやっぱり下で行った方が良かったんちゃうかなーって。そんな、そうなってくると1時半までに来てくださいって言われてるから、なんか初めての人間どっかやし、遅れたくないっていう、うん、もう心理が働いてきて。 るんですよ、僕の中で。にもかかわらず車たる、車単さん何を思ったのか、俺もうくこれ1時半には使えんで、って思ってたら、パって見たらなんか携帯出して、あ、なんか電話かけてくれんのかな、思って、病院かなんかに電話かけてくれんのかな、思また何のことはねスカイツリーの写真撮りやね、パシン。<laughs> はスカイ、いや、何したんいや、すいません、写真、スカイツリーの写真撮る 取らしてもうてます。で、スカイツリーの写真撮ってやね。あんな状態で、俺あの時ほんま何も言わへんかったけど、ちょっとイラッとしたで。ちょっとイラッとしてもう、すいません。写メ撮らしてくださいって言って、スカイツリー誰に送るのか知らんけどね、スカイツリーの写メ撮って。それでなんなくついた、つきました。ついたんはいいんですよ。ついたんはいいんですけど、そっからまたやっぱり、あのー、別に体をね、 こう悪くして言ってるわけじゃないじゃないですか。こう検査しに行く。まあ、こっちはもうピンピンしてる状態やから、こう、なんでしょう。写真撮ってくださいっていうのが結構多い。まあまあいいんですけどね、全然。写真、写真撮って。で、サインも書いて。で、あの、ピロリ菌検査とかね。ピロリ菌検査とかあるんですよ。 初めてあんなしましたけど、ね、いや、ここにじゃあ息吹き込んでくださいね、ってって。で、あのー、息パーって吹き込んで、今度、えー、今度また10数えはんのかな、その人は1、2、3、4、5、6、7、8、9、十0もう一回息吸ってください、みたいな。止めて。で、もう一回息吹き込んでください。<laughs> 息吹き込んで。はい 喋とってい,いですかって言われて <laughs> <laughs>